皆さんこんにちは、富塚優子です。今日もですね、投資と不動産についての親方情報を皆さんにお伝えしていきたいと思います。ここ何回かでやってますのが、株は上がるのか下がるのかというこのシリーズですね。はい、これも引き続き今日やっていきたいと思います。今日も一つ具体的な銘柄についてお話しします。まあ、皆さんですね、丸亀製麺さんっていうのを、ご存知かと思いますけれども、もちろん今日は丸亀製麺さんを持っている会社さんですね、トリドールという会社になりますけれども、こちらの、株式を私が、まあ、コロナの時にですね、購入させていただいたということです。コロナ禍でもこれ上がってました。で、コロナの、まあ、ショックの時にこう上昇基調に入っていったんですね。やはり外食ですから、この先無理なんじゃないかってことで皆さん売られた方も多かったと思います。で、まあ、下がったのでいいなということで私これ買いました。これはですね、買う前からちょっと着目していましたね。というのは、この会社さんが非常に M&A に積極的だったということを私は認識しています。どんどん広げていきたいという、そういう基調があったということですね。で、その儲けが出てくる、なぜ儲けが出てくるのかが非常に見えていたということも一つ原因ではあります。買った理由ではありますね。効率化を進めているということは私の方でも見ていました。で、マーケティングも非常にうまかったですね、このトリドールさん。そういったところで、まあ、外食のところにうまくフィットしていったということもあります。従業員もですね、人件費を安く抑えているなってもよくわかりますので、あ、なるほど、これはそこそこの利益が出るんだろうなということを私、丸亀さん見に行ったりですね、自分も食べてみたりとかしてですね、思いました。ですので、そこで、利益率を出せるような仕組みであれば、まあ、ここはちょっと買ってもいいんじゃないかなというふうに思いました。ですので、コロナでガッと下がった時にちょっと買ってですね。それで、まあこれもコロナの中でだんだんこう上がっていって利益が出てきたものですから、それで、まあじゃあ、上がってきたところでもすぐに確定しましたので、1年ぐらい前だったかと思います。そう、この、こちらの株式を持ってたのは、だから私は1年も経たないかな。もしかしたらそうかもしれませんが、まあ、利益が出たところですぐに確定して売却したというところです。まあ日本株はですね、買ってもですね、なかなかこうじわじわとしか上がらないんですね。で、上がるかどうかっていうのはその先何ともブラックボックスのところもありますので、まあ、このようにですね、本当に低くなった時に買って、それで上がったらすぐそこで利益確定するっていうところで、まあ、リスクはあまり取らない形でやっていくっていうのも一つかなというふうに思いました。はい、今日はですね、日本株式の2番目の例についてお伝えいたしました。また次回もお楽しみに。ありがとうございます。